亀井信子さん90歳。戦争に関わる記事には欠かさず目を通しています。こういうとこでも亡くなってるって思うのを思いながら、ウクライナ戦争のことから何か書いたのは全部よく切り抜いてはこうして。信子さん自身も12歳の時に神戸大空襲を経験しました。1945年終戦の半年ほど前からアメリカ軍は神戸の市街地を狙った空襲を繰り返していました。油を詰めた焼夷弾が大量に投下され、神戸は一面焼け野原になり、7500人以上が死亡しました。もう火の粉をしながら走ったから、もうなんかトタンかなんかがバー落ちてきたり、なんか落ちてくるのをこなして、はねのけて走った。九死に一生を得た信子さん、その凄惨な経験を70年以上誰にも話しませんでした。話したいと思ってたんですけど、自分ではやっぱり広島、長崎、いとこも死んでますけど、原爆のすごさ、神戸はあんまり取り上げられていないし、遠慮というのか、申し訳ないというのか、そういう気持ちもありました。娘の村田陽子さん、そんな信子さんの様子をずっと見てきました。ちょっと話したくないっていうのもあったのかもしれないんやけど、でもなんか書いては残したい、こう死ぬまでにこのあれを伝えたいっていうのはずっと思ってて、でもやっぱり本当に戦争を体験している人の言葉ってすっごい重いから、書くのできひんとか言いながらなかなか進まった。それやったら話したらって言って、娘の言葉に背中を押され、信子さんは去年初めて人前でマイクに向かいました。先月末も緊張した面持ちで言葉を紡ぐ姿がありました。背中に赤ちゃんをおぶったお母さん、子供を救うために抱えた親子、そういう焼死体が何代も何代もお寺に向かっていきました。お願いしますと言ってわずかなお米をいただいて、それで水のようなお母さんでしばらく過ごせることができました。それからしばらくします、私は高熱と下痢でもう動けなくなりました。もう母もずっと看病疲れていた旗で、私に母は、のうちゃん、もう逃げなくってもいいよ、お母ちゃんとここで二人で寝たまま死んでいこうねって母に言われました。なぜ今語る決意をしたのか、信子さんに尋ねました。この年で実際火の粉の中を逃げた人はもう本当に少ないから、生きてる人は少ないから、
信子さんの経験をしっかりと聞くのは、家族にとっても初めてのことでした。特攻隊みたいな、こう、うん、飛行機で行くのなんやったら、神風特攻、あんなんでこう乗せられてパーンと行くだけの、そのあれをこう待ってた間に終戦が来た。うん、それから兄貴も助かった、そこで。その飛行機の待てを中学生でさせるってな。中学でね、もうすぐ、もう最後は中学入ったも全部取られたからね。怖かったね。その場面をイメージしてしまうというか、心にくるちょっとしんどいなって思うのを実際に体験してるっていうのは、聞く側も辛いんですけど、それを実際に体験していて、それを話す勇気を持って今この時代に話してくれるっていうのがすごく貴重な経験をそばでできてるなと思います。すいません、ごめんなさい。ありがとう。すぐに共感してしまって、ありがとう。やっぱり経験したものがこうして言うことは大事なんやし、孫もこないして二人ちゃんと受け止めてくれてるのは本当に嬉しいし、ありがたいです。今やっと伝えることができる記憶があります。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。